て。というわけで、いよいよお昼の時間が来たね。あはははは、いよいよお昼の時間でしたよ。この中の一人が罰ゲームになるんですわよね。今日の罰ゲームはちょっと怖いからね。レナ、悪いけど思いっきり真剣に作ってきたよ。みー、僕たちもそれぞれに頑張りましたのですよ。今日はさとこもリカちゃんもそれぞれに別々に作ってきた。いつもは二人一緒のお弁当だけど、今日は一緒だと勝負にならないからね。ええ、そこは大丈夫ですよ。リカも私もちゃんとそれぞれに用意させていただきましたのよ。わあ、さとこちゃんもリカちゃんも頑張ったんだね。楽しみ楽しみ。ちょっと意外だったのはケイちゃんがちゃんとお弁当を用意できた点かな。ケイちゃんもさすが、やればできるみたいじゃない。ケイチくんのお弁当はどんなだろう。楽しみ。そんな大したものじゃないから期待するなよ。昨夜のご飯のお惣菜の残りが詰めてあるだけだし。お夕食の残り物はお弁当の基本なのですよ。あはははは、昨夜のケイチさんのお夕食も分かって一石二鳥ですわね。弁当勝負ってどうやって勝敗をつけるのかな。ケイチくんもちゃんと作ってこれたんだから、今日はこれで引き分けで決着なんじゃないのかな。それもそうですわね。昨日の罰ゲームはケイチさんに自炊を促すための葉っぱみたいなものですし、ケイチもちゃんと作ってこれましたから引き分けなのですよ。何を甘っちょろいこと言ってるんだか。白黒つけない灰色勝負なんて絶対ごめん。ぶつかったら決着つけなきゃ。手打ちして引き分けなんて遊びでやってんじゃないんだよ。言うと思ったぜ。勝負好きのミオンがこのまま終わらせるわけないよな。勝敗を決めますですか。相互採点じゃ公平な採点にならないからね。ここは公開審査と行こうじゃない。えい、みんな全員集合。おじさんたち5人のお弁当を採点してもらうよ。ベスト3までを紙に書いて投票すること。いいかな。
ではみんないいかな。まずは私から行くよ。すごいですわね。おせち料理みたいでしたよ。嘘だ。嘘に決まってる。こんなのどこかの仕出し弁当の中身を移し替えただけに違いない。こんな純日本風な料理をミオンがあの園崎ミオンが作れるわけがない。みーちゃん、このくらいは本気になれば作れるよ。めったに本気にならないけど。おじさんを誰だと思ってるわけ？時間と材料があるなら、満館全席だって再現してみせるよ。レナのお弁当、行ってみようか。レナもかなり料理は得意だからね。レナのお弁当はいつも食卓の花なのですよ。みんなありがとね。じゃあ、レナのお弁当も公開するね。えい！さすがですわね。これは高得点が期待できましたよ。さすが。厳しめに見ても減点の余地は全くないね。相変わらず見事。では、続いて僕たちなのです。うん、では公開するでございますわよ。さとこもリカちゃんもよく今日のお弁当を用意できたもんだな。レナやミオンの出来には確かには劣るかもしれないけど、それを考えるとかなりすごいことだぜ。実は内緒でございますのよ。くにゃ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 。おい、富田君、岡村君、
何を条件に買収された？いきなり何ですか前原さん。私たちがいつ何を買収されたって言うんですか。そうっすよ。別に里子たちに水やり当番を代わってもらうくらいで弁当を半分なんか。あら、これは圭一さんに学ばせてもらった技ですのよ。あさて、次はいよいよケイちゃんのお弁当だね。ケイちゃんの昨日の予告だとかなりのものが期待されるけど、実際はどうなのかな。ケイチくんってやるときにはやる人だからね。レナ、今日はとっても楽しみにしてたんだよ。だよ。もうやけだ。見て驚くなよ。ケイチくんも精一杯頑張ったんだね。レナはその頑張りわかるよ。レナ、無理に褒めなくていいぞ。どんな具合ですの？圭一さんにしては頑張ってる方ですの？まあ、その、頑張りは認めてあげたいけどね。勝負は非情だしね。圭一くん、初挑戦なのにこんなに上手に作れたんだよ。みんなもっともっと評価してあげてもいいと思うんだけどな。でも勝負は非常なのです。さーて圭ちゃん、採点結果を集計する前に何か申し開きがあるなら聞いておくけど。申し開きってなんだよ。ケイちゃんがここで何かを訴えることでわずかな得点加算が望めるかもしれないってこと。何しろ今日の勝負はビリでさえなければいいんだから、うまくすればなんとか罰ゲームから逃れることができるかもよ。それって兄、圭一さんのお弁当がビリって言ってるのと同じことでしたよ。別におじさん、誰の弁当がビリなんて言ったつもりはないんだけどな。ちゃん、ちょっと意地悪だよ。圭一くんがかわいそう。レナ、
ケイちゃんも今日の弁当勝負は負けられないってあらかじめ知ってたんだよ。それを承知で昨日あれだけの大見得を切ったんだからさ。甘やかす必要なんて全然ないと思うけどな。ねえ、さとこ。ええ。そうですわね。それでこのざまなんですから笑っちゃいましたよ。あはちょっとさとこちゃん。笑うなんていけないんだよ。だって、ちゃんちゃらおかしくて笑ってしまうようなお弁当でしたよ。こんなお惣菜屋さんで買ってきたようなおかず、本当に幻滅もいいところでしたよ。ほら、これなんか缶詰を開けただけだよね。こっちのキュウリは包丁が通ってなくて綺麗に切れてないし。ケイちゃん、包丁とか全然扱ったことないでしょ。経験不足が明らかなんだよね。経験不足もいいところでございましたよ。彩りもかなり単調。こればかりはセンスのなさに呆れるね。そりゃ弁当箱に食い物を詰めるなんて初めての経験だし、多少見栄えが悪いのは仕方が。ケイちゃん、ケイちゃん、弁当箱への詰め方以前のレベルなの。富田、岡村、解説。前原さんのお弁当に致命的な欠点、それは彩りなんです。ご存知の通り、あらゆる色彩の根底には三原色と呼ばれる配色が存在します。つまりバランスよく配色を求めるなら、白、黒を除いても三色は必要なのです。しかるに、前原さんのお弁当は白黒を除いた場合暗緑色しか残らないんですよ。おかずも心のこもらないお惣菜や缶詰ばかり。つまり前原さんのお弁当にはお弁当の三大要素、愛、心、味のうち二つを欠けていると断言できるのです。愛もなければ心もない、決まったね、前原圭一。ちょっと冷たいけど、でもこれを機に圭一くんもお料理の楽しさに気づいてくれればいいのかな、かな。そんなことより、罰ゲームが僕以外なら何でもいいのですよ。あはははは、決まりましたわね、圭一さん。罰ゲームは圭一さんで決まりですのよ。あはケイチさん、
そろそろおとなしく負けを認めなさいませ。ちょっと待ってもらおうか。俺の弁当の配人は心がない、そういう解説だったのよ。間違いないの、岡村君。心の定義は何だ。黒か、努力か、汗か涙か、その結晶か。ならば俺の手に残るこの火傷は何の評価になるんだ。ケイチ君、それ油が跳ねた火傷。自らの料理の下手さによる失敗をさも努力の功績であるかのように見せるとは、やはりこの男油断ならない。そうだ、俺は下手だ。昨日大見えを切ったのが情けなくなるくらいに料理は下手だ。だが逃げなかった。そしてこの成果を出した。それは心じゃないのか。どうなんだ。レナは認めてあげたいな。挑戦する心が評価されなかったら誰も前に進めない。なるほど、前原さんの気持ちはわかります。ですがね、心だけで料理が決まるんだったらこの世にコックはいらないんですよ。そうっすよ。心を込めて頑張りましたって言ってコックが消し炭みたいなハンバーグを持ってきたら、それにお金を払います？払わないですよね。つまりそういうことなんです。でも心尽くしなんだぞ。たとえ真っ黒のハンバーグが出てきたにせよ、それを作ってくれた母の苦労を知るなら俺は食う、完食してみせる。というのは愛情を食事の形として昇華させたもので、それは相手に伝わって初めて意味があるんです。前原さんのお弁当からはそれが伝わりますか？いいえ、僕には伝わりません。ひどい。傍観人は発言を慎むように。裁判長、俺はここでこの弁当にどれだけの心が込められているかについて料理学の権威リュウグウレナ氏と証言を求めます。レナはこのお弁当には心がこもってると思うな。確かに稚拙なところは多いかもしれないけど、で
でもお料理は上辺だけじゃないと思うの。前原さんと竜宮さんの意見は極めて感情的で一般常識としてかけ離れています。採用するには不適切です。静粛に静粛に。検察側の反証を認めます。どうぞ。例えば本件をお弁当ではなく誕生日のプレゼントだと置き換えて考えてみます。例えば誕生日の日に私富田が手編みのセーターをもらったとする。そして彼岡村は図書券を1万円分もらったとする。常識的に考えてどちらに心がこもっているかは明白です。つまり手編みのセーター、これはお弁当に言い換えれば手作りのおかずが相当する。そして単なる金券に過ぎない図書券はお金で買うもの、すなわち無味簡素な缶詰に相当する。本件はお弁当の心について問うものです。誕生日のプレゼントという特殊な状況とは全く異なります。却下します。検察側続けなさい。さてここで大事なのは送り手の心と受け手の心は全く違うという点です。皆さんの目の前に実際に手作りのちょっと左右の丈の崩れてるセーターと1万円分の図書券が置かれていて、どっちがいいと聞かれたらどっちを取ります？図書券でしょう。1万円ですよ、1万円。コミックスが何冊買えるか計算できますか？十数巻程度の単行本なら即座にフルコンプ可能です。世界に面白おかしい漫画が何十冊。これによって癒される心の嫉妬とセーターでは比べ物にならないのです。以上より送り手の心と受け手の心には何の因果関係もないことが立証されたと思います。つまり前原さんがどれだけ苦労してお弁当を作ろうともそれは私たち受け手が採点に手心を加えるものにはなり得ないのです。それは決めんだぞ富田君。心は確かにある。それが伝わるかどうかは受け手の問題だ。そうよ、そうよ。味が全てだ。お花の敵なんだと。さて
弁護側は今のに何か反論はある？今検察側は送り手の心とは無関係に評価が行われると言いました。それに間違いはありませんね。そうです。前原さんがどんなに苦労して作ったお弁当でもその苦労は評価の対象にはなり得ない。では検察側に尋ねます。私前原が今日の自分の弁当としてこのお弁当とコンビニ弁当を並べたらその評価はどちらも同じものなのですか？手作りの弁当とコンビニ弁当では全く比較にならないのです。どんなにひどい手作り弁当であってもただ買ってきただけのコンビニ弁当とでは比べ物にならないほどの心が込められている。そしてそれは評価されている。つまり手作りによる心はちゃんと受け手に伝わってるのです。それを認めよう。認めましたね。認めましたね。では次にコンビニ弁当にはなぜ心がないかについて移りましょう。そもそも弁当で伝える心とは何なのか。意義あり。前原さんは抽象表現で法廷を煙に巻こうとしています。やっとします。面白そうだから最後まで聞くように。裁判長、ここでフルで理科書を証人として勘問したいと思います。みフルデリカさん、あなたの今日のお弁当は実によくできていますね。美味しそうです。レナ、岡村くんの弁当箱を持ってきてくれないか。裁判長、この岡村くんの弁当箱を証拠品として提出します。見よ、この中身を。ん？半分しか入っていないね。半分かどうかじゃないでしょう。もっとよく見てください。ほら、またこの材料だ。裁判長、見ての通りです。フルデリカ氏のお弁当は岡村くんの盗品。そんなものに心がこもってるわけがない。いや、これは単なる偶然で。もう明白でしょう。心とは送り手と受け手のキャッチボール。ならば弁当箱は
ボールに当たるのです。そして本来このお弁当は彼、岡村くんの母親から息子に託されたもの。だからこの弁当箱に詰まった心は彼、岡村くんにしか受けられない。それを割り込んで奪ったら、もうそれに心はないのです。なるほどね。よし、判決の前に主文からにしようかね。まず被告前原圭一の弁当が客観的評価として非常に出来の悪いものであるのは間違いない。それはこうしてみんなの採点の集計結果が物語ってるからね。でも圭ちゃんの言う通り、料理は味だけじゃない、心もまた隠し味として認められるべきだよね。でもそれは得点評価で言えば少数点以下、本当に微細なもので、その出来具合の評価を改めるには至らない。さてここでそもそもの今日の弁当勝負の原点を探りたい。そもそも今日の勝負は何が大前提なのか。そう、被告前原圭一が自炊できるか否かが問題になり、その成果を測るために催されたものだった。うん、そうだよ。圭一くんはちゃんと作ってきたよ。ならばこの勝負の大前提は自炊、すなわち手作りであるか否かだよね。でもリカちゃんはそれを怠ったとなると、それは出来以前の問題、すなわち失格ってことになるのかな。にぱーん。わ、悪く思うなよリカちゃん、部活は非常なのだ。さすが圭一なのです。最後の最後まで頑張りましたですよ。というわけでこれにて一件落着。今日のビリはフルでリカ。お弁当でビリを免れましたのね。ビリになんかなるわけないだろ。この弁当のどこにビリになる要素があるってんだ。だってこんな出来の悪いお惣菜や缶詰ばかりでセンスもなくて、それから太郎、心が大事だって。この弁当は上辺だけじゃない、いろんな味にあふれてるんだぜ。でも心だけじゃありませんのよ。お味なんて全然変で。どこが変なんだ。俺はうまい、うまかった、だから詰めてきた。
本当に昨夜の飯がまずかったら詰めてなんか来ないぞ。食パンと牛乳パックを持って投稿してくる。でも頃から俺が作ったんじゃないって気づいてた。ケイチ君がやけどを見せてくれた時かな。だってケイチ君のお弁当に油で炒めるおかずなんか入ってないし。レナさんは何か誤解してるではございませんの。私は別に何も。あれ、このお弁当さとこちゃんが作ったんじゃないんだ。じゃあやっぱりケイチくんの手作りなのかな。うん、じゃあケイチくんの手作りなんだね。キュウリとかを切るときは包丁をほらこんな感じで引くの。彩りなんかはね、お野菜を上手に加えるといろいろ表現ができるんだよ。でも前に見せてもらった時よりもずっと上達してたよ。ちゃんとお勉強してるんだね。きっとこの調子ならもっともっと上手にお料理が作れるようになるよ。とにかく誰が何と言おうと俺は今日の弁当を気に入ってるんだ。今日ばかりは誰にも分けないからな。俺が一人で全部食う。あ、ケチなんだ。レナも食べてみたいな、みたいな。あの、私も実はドミタさんにお弁当を分けてもらいましたの。バカ北条、なんで言っちゃうんだよ。え、そうだったの。本当、リカだけに行かせられませんわ。地獄の底までお付き合いしましたよ。そんなとこまでついてこなくていいのですよ。まったくケイチさんも嫌味ですわね。リカだけを晒し者にするなんて本当に意地悪な人でございますこと。本当にサトコはおバカさんなのですよ。ではそろそろ行きましておりか。罰ゲームも部活メンバーの務めでございますわ。ミオ、俺も白状するぞ。今日の弁当は俺が作ったんじゃない。俺も同じだ。だから行ってくるぞ。罰ゲーム。え？ケイちゃんまで？どうなってんの？頑張ってね。罰ゲーム。
箱を用意して待ってるからね。あらかじめ救急車の手配を頼む。場合によっては霊柩車だな。な、何やってるんですの？せっかく買ってたのに。わざわざ罰ゲームに名乗りを上げるなんて物好きにも程があるでございましたよ。そうだな、物好きにも程があるぜ。まったく、今日の罰ゲームを甘く見すぎですのよ。私たちならともかく圭一さんじゃ大変なことになってしまうかもしれませんわね。特骨な一歩や二歩の覚悟は終わりでしょうね。肋骨は痛そうだな。俺、痛いのはダメなんだ。圭一さんはおとなしく私の相槌を打っているんですのよ。私とリカでうまくやりますから。まったく、罰ゲームの面倒まで私が見なくちゃダメなんて。まったく。またいつか作ってくれよな。俺さ、野菜炒めが食いたいんだけど、さとこ作れるか？は？まあ、頑張ればできないことはありませんわよ。上手に作れますですよ。さとこの野菜炒めは大好きなのです。じゃあ決まりだな。今日学校が終わったらいろいろ買い物に行こうぜ。俺じゃあ何を買えばいいのか全然わかんないし。それもそうですわね。圭一さんじゃスーパーでお買い物なんてまだまだ早いでしょうし、私が見てなければ不安ですからね。その里子も僕が見てないと間違えたお買い物をしちゃうんじゃないかと不安なのです。リカ、さて、罰ゲームなんかちゃっちゃと済ませて今晩の献立の話でもしようぜ。死ぬときゃみんな一緒だぜ。誰も一人でなんか死なせない。みんなで一緒です。誰も一人でなんか死なせないのです。不謹慎な話ですわね。私はそんな物騒なのごめんですわよ。よし、この扉一枚向こうは死後の世界だぞ。みんなで戻るぞ。みんなでだ。ええ、みんなでですわよ。では行きますわよ。あら、前原くんに古出さんに北条さん、どうかしましたか？じゃあ行くぜ。いいか？いいかじゃありませんわ。圭一様おとなしくしてるんですのよ。
全て私とリカでやりますから。私に今だけ命をお預け遊ばせ。ファイト、オーですよ。あなたたち？スーパーというものにはタイムサービスというものがあるんですのよ。例えば野菜炒めに欠かせない豚肉ももう少し待つと半額にまで下がるんですの。お肉やお魚は鮮度が下がったら売れませんからね。お店も売れ残さないように土壇場では安くしてくれるってわけなんですよ。もちろん百戦錬磨の主婦の皆様もそれを熟知していて、こうしてサービスタイムが近づいてくると、おい、どうせならこっちのお得用パックにしようぜ。お、こっちのチーズ入りにもかなり惹かれるものが。ケイチさんは経済観念が欠落しすぎですわ。ご覧なさいませ、予算オーバー、お金が足りないのですわよ。ノーマルは腹いっぱいたくさん買うか、ワンランク上のチーズ入りをつつましく買うか、これはかなり悩む。おとなしく量を取りなさいませ。年頃の男の方は質より量を取った方が賢明でしたよ。チェ、佐藤は厳しすぎだよ。質も量も両方取りたい、この男心がなぜわからん。心でお財布は膨らみませんのよ。まったく、未練がましくガラスに張り付かないんですの。いけませんわ。早く行かないと半額豚肉がなくなってしまいますわ。あいてててててて、引っ張るな、襟首を引っ張るな。Thank you.
夕食の買い物ってのもおつなものだな。晩飯が楽しみになるっていうか、待ち遠しくなるっていうか。それもまた自炊の楽しみでしたよ。お買い物のうちからもう夕食は始まっているんですもの。野菜炒め楽しみだな。うちのお袋のメニューにはさ、野菜炒めってないんだよ。だから中華屋で外食するときくらいにしか食べられないんで、今日は本当に楽しみなんだよ。それはお気の毒でございますこと。では今日は特別に美味しいのをご披露して差し上げましたよ。ああ、さとこならきっとうまい野菜炒めを作ってくれる。すごく楽しみだよ。え、あ、ええ、とびきりおいしいのをごちそうしましたよ。楽しみにして遊ばせ。したの、ケイチさん。ごめん、なんでもないよ。なんでもないならそんな変なことしないでくださいませね。何か悪いものでも食べたんじゃないかと不安になってしまいますわ。へいへい、ごめんよ、さとこ。
そうそう、俺はこういう野菜炒めを期待してたんだよ。うまい、実にうまい。この塩コショウ味のお汁がいいんだよな。実にご飯が進む。ほらほら、ゲイチさん、こぼしてますわよ。そんなに焦って食べなくてもご飯は逃げませんのよ。いや、逃げるぞ。出来たてほやほやの最高の味は出来た瞬間からどんどん逃げていくんだ。さとこが100美味しく作ったものなら、俺はその100を丸々味わう義務がある。それがクーガーのマナーってもんだ。それはお気持ちだけで十分ですわ。ですからもっと落ち着いてご飯をお食べなさいませ。そうだな、悪い悪い。つきすぎた。ちょっとトイレに行ってくるぞ。ちょっと圭一さん、お食事の最中におトイレに行くのはマナー違反ですわよ。じゃあなんて言えばいいんだ。接近か、かわやか、お便所か。ちょっと気を許すとこれだもんな。Thank you.
電話の音ではありませんの？こんな夜更けに誰でございましょう。え？あ、本当だ。もしもし。はい、前原です。もしもし、圭一？お母さんだけど。あ、なんだ、母さんか。何？こんな時間に。その様子だと特にトラブルもなく生活できてるみたいね。母さん、圭一がご飯を作れなくてひもじくて寝込んでるんじゃないかと心配してたわ。まあね、なんとかおかげで。ご飯はちゃんと作れてる？今夜は何を食べたの？野菜炒めとご飯と味噌汁だよ。スーパーでいろいろとお惣菜を買ったから何気におかずも豊富でさ。そうそう、聞いてよ。豚肉なんかちゃんとタイムサービスを利用して半額で買ったんだぜ。主婦の知恵っていうのかな。それからそれから、やれていて母さん本当に安心したわ。そうそう、それでね、お父さんとお母さんの仕事がなんとか終わったの。明日の昼か夜には帰れると思うから。まあ、そうなんだ。二晩よく頑張ったわね。こっちも二晩ほとんど徹夜でね。大変だったけど、なんとか先生のイベントは穴を開けずに済みそうよ。うん、よかったね。お疲れ。ですの？ああ、明日には帰ってくるってさ。あら、それは良かったですわね。明日のお夕食の面倒はもう見なくていいわけでございますものね。家族で水入らずの食卓を囲みなさいませ。そんなことないよ。また明日からまた無味乾燥な食卓かと思うとなんだか寂しいよ。何を贅沢言ってますの。家族みんなで囲む食卓が一番楽しいに決まってますわ。私も昨日今日と2日間でしたけど、とても楽しいお夕食を取らせていただきましたわ。ならさ、今度は俺から里子の家に遊びに行くよ。うちは狭くて汚いですわよ。お台所もこんなに立派ではありませんし。俺は別に気にしないぜ。でも、ま、里子が嫌なら遠慮してもいいよ。それに俺、里子には
まだまだいろいろと教えてもらわないとな。ようやく炊飯器の使い方と味噌汁の作り方を覚えた程度だし。それもそうですわね。これを機会に圭一さんにお料理をお勉強してもらうのもいいかもしれませんわね。じゃあ学校の近くまで送ってやるよ。あそこまで行けば結構街灯とかあるから大丈夫だろ。本当に大丈夫なんですのよ。悪い人が現れても指一本で撃退してみせますわ。えい、さとこ、ごちゃごちゃ言うな。言い方全然違うけど、どこか雰囲気が似てましたもので、つい の、圭一さん、さっきからずっとニヤニヤしてますのね。俺が嬉しそうな顔をしてるとおかしいかな。別におかしくはありませんけど、その…え？何？なんて言った？本当にどこまでもニーニーに似てますのね、圭一さん。そっか。もち
ろん本当のニーニーとは全然違うんですけども、こう、いろいろそういうところが似てますの。本当に不思議ですわね。似ているとニーニーを思い出して寂しくなるか。別に寂しくなんかありませんわ。こうしてケイチさんがニーニーの代わりになってくれますしね。その理科ですね。理科がニーニーの代わりになってくれってケイチさんにお願いしたんじゃありませんの？そう思うのか？気を悪くしないでくださいませね。リカって私には変に気を使うんですの。私はそんなに気にしていないのに。考えすぎだよ、バカ。俺は俺、前原圭一だ。お前のニーニーの北条さとしじゃない。そんなのは分かってますわ。そんなくだらない話はもういいだろう。もう遅いからとっとと帰って歯を磨いて寝ろ。ついでだから寝る前にうがいもしとけ。風邪の予防になっていいぞ。それを言ったらニーニーもですわよ。ちゃんと歯を磨くんですよ。うがいもしてお手洗いも済ませて明日の教科書を準備して、それから